今の技をアスカ文化アタックっていう名前にしようかなって思ってるんだけど、どうよ。よし。ヘッドラインに合わせる。ちょっと先にこれ倒さないとダメだ。何しに来たんだ。アドボアシストてくれてる W。何しに来たのお前。こういう装備か。だったらこうする。リロードしてる。相手もPEWか。いいね。肉と回してこっち。これが知恵の勝負。じゃあトレンチガンが頂戴していく。ここに立ってこの辺り行き過ぎたわ。こうか。インフルエンサーが2倍スコープを使い始めたからさ、みんなニスコ使ってんだよね。ほら。インフルエンサーの真似をするぐらいだったらさ、破産する前に、等倍をつけろ。まず等倍で練習するところから始める。まず等倍で練習することだな。
やべえやつがいるな W。 うん、誰かミンチュアリアクターが欲しい人が、ボルタイックブルートなんかよりもでけえ音が出たな。こいつずっと待ってんな。あ、落ちた。ずっと出待ちなんかしてるからだよ。ハンマーに恥ずかしくないのかい。残念ながらお前の攻撃は当たらんよ。ここまで追っかけてくる。追っかけてきすぎだろ。ああ、最後の最後まで追っかけてやられる気持ちはどんな気持ち。スモークじゃ動じないな。純粋か、いいね。こうやってボルアクで初心者を狩るような遊びはやめたまえ。の消えた。おーおー、え、こうやってリスポーンするの。みんなさ、 K28 だけでサベマラ倒すって言ったらみんな化け物でしょって言われるんだけど、お前らのエイム力の方が化け物だよって思うんだよね、いつも。なんで人間そんな簡単に殺せて、サベマラ簡単に倒せないのさって。よっしょー、 K28 に負ける気持ちはどんな気持ちっと。
3、ウォン。無駄に倒した。あこいつ頭を避けて避けやがった。